お人柄がこの生活相談員としてですね、生かされているんじゃないかなというふうに思いますし、日々仕事をしながらですね、成長されているご様子も伺うことができました。ありがとうございます。それでは4番目のプレゼンテーションです。社会福祉法人青嵐会の竹内義子さんです。竹内さんは人と接する仕事がしたいとの思いで転職をされ、現在はこの福祉の世界にいらっしゃいます。主任相談員として活躍されています。それでは竹内さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。社会福祉法人青嵐会の竹内と申します。本日はよろしくお願いいたします。私のプレゼンはですね、先ほどのお二人の掛け合いもありませんし、素敵なムービーも準備してません。難しい話もできません。で、皆さん今なんでこんな中年のおじさんが何を話すんだよと思ったでしょう。私も思ったんですよ。もっと若くてイケメンで学生さんが憧れるような人が復讐の話をした方がいいって上司に言ったんですけど、覆りませんでした。じゃあどうやって復讐の魅力を伝えていけばいいかって準備をしていたんですが、改めて自分の人生の振り返りになりましたし、復讐の魅力って結構あるじゃないかと気づかされました。復讐のお仕事ってこんなに魅力があるのに、福祉の高校や専門学校や大学も減っている状況です。その負のスパイラルとイメージを実際に働くと、実際に働いてみると全然違うんだよっていうのを今日伝えたくてここに立っています。じゃあ福祉の仕事って、産経と言われていますが、先ほど小林理事長がですね、産経のお話をされましたけどその前に産経っていうことを聞かれたいことある方いらっしゃいますか。手を挙げてもらっていいですか。ありがとうございます。関係者の方々ありがとうございます。産経ではですね、きつい、汚い、危険の頭文字と3を合わせて産経の仕事と言われています。しかし私がもう福祉の仕事をして16年になるんですけど、産経って言われながらもどうして16年も続けてこれたんだろうと考えた時に、違う産経の魅力が浮かんできました。まず2つは感謝と感動です。昔の私はボランティア活動をする側でもなく、何もわからないまま福祉の世界に入ったんですが、私の慣れなトイレ会場に対してこんな笑顔でありがとうと言われたり、私が出勤するとこんな笑顔で今日はあたが来たき嬉しかって言われるようになったんです。やっぱり人って人に感謝されれば嬉しいものですし、その方のために何かできないかなと仕事のやりがいにつながっていきました。感動する話もいろいろあるんですが、これは回復が難しい看取り時期に、自宅の方に帰った写真です。自宅に帰りたいという願いを、思いを叶えて、本人やご家族が喜ばれている姿に一緒に喜び、一緒に感動しました。このように利用者の方やご家族から直接ありがとうという言葉を聞けたり、感動をもらえる仕事ってなかなかないと思いませんか。3つ目の経営はキャリアアップです。すいませんね、正面さん。私は、福岡の大学を卒業後、半導体製造業の仕事をしていましたが、景気による業績の浮き沈みが激しいことと、毎日22時までの残業と、毎日仕事をして寝ては仕事の日々に疲れて、熊本へ泣く泣く帰郷することを決めました。次の仕事は景気に左右されない人と接する仕事がしたいと思い、特別養老人ホームへ入社しました。入社してすぐ
級ヘルパー、2級ヘルパーの勉強をしに行ってたんですが、そこで学んだトイレからベッドへの移動を実際にやってみると楽にスムーズに行えて、入所の方からも今日の異常は楽だったと言われたり、身体状況の変化に気づけるようになり、学んだことが直接ケアに生かされることで自信につながっていきました。そしてもっと専門的な知識や技術を学びたいと介護福祉士、介護支援専門員の資格を取得しました。介護支援専門員を取得して勉強していくと、施設に入居してくる方は在宅生活を経て入居してきますので、在宅ケアや在宅サービスの方を学んでみたいなっていう強い思いになりました。そこで法人内の無償依頼、在宅部の方へ無償依頼をし、訪問介護の管理者として在宅生活がどのようにご家族に支えられているのか、地域が在宅ケアにどのように関わっているのかということを学ぶことができました。施設にいた頃は入居者の方が自宅に帰りたい帰りたいとよく言われますので、在宅生活している人は幸せだと思っていましたが、現実は経済面で施設に入れない方がいたり、認知症ご夫婦がですね、毎食コンビニ弁当でインスタント食品の殻が散らばり、玄関には訪問販売の食品が山積みになっていました。認知症によって在宅生活が続けることが難しい方が多いことにそこで気づきました。現在施設で相談員として働いていますが、今後相談員需要技術を向上していくために社会福祉養成講座で今社会福祉士取得に向けて学んでいるところです。福祉の仕事ってやる気さえあればキャリアアップしやすい仕事だと思います。資格取得によって給与アップやソーシャルワーカー、ケアマネージャーなど、自分がやりたい立場に、自分がやりたい仕事の立場になっていけると思います。実際に私も何もわからないままこの仕事に入りましたが、キャリアアップと部署移動を得たことによって施設全体がつながってるんだなって分かりましたし、相談員としていろんな経験からいろんなところからのアドバイスができ、いろんな視点からのアドバイスができているのかなと思います。最後に、当施設の福祉のイメージが湧くように1年間の映像を作成しましたのでご覧ください。Thank you.
消防士に比べればかっこよさで劣ります。しかし今もこれからも絶対に必要な仕事だと思っています。私は福祉の産経は感謝されてキャリアアップができて感動できる素敵な仕事だと思っています。今日福祉の話を聞いて福祉の仕事の話を聞いて少しでも魅力を感じたのであればぜひ